はい、どうも皆さん、こんにちは、ブルサスです。今回も元気の席やっていきましょう。すいません、喉が潰れました。風邪です。プレミアムガチャ、雨の飛行で第2弾のガチャが来ております。解説していきましょう。で、あ、そうだ、前回、なんだっけ、ピックアップガチャのやつで、うす塩ポテチってなんだっけって言ってたんだけど、ちょっと調べたけど、あー、なんだって。そんなこと細かに俺覚えれるわけねえやんっていう風な感じになりました。もうなんか1年前の計画の企画とかもう覚えてないし、振り返ることもそんな少なくなったし、そうコアな部分出してくるからね、たまに契約設定ってことでやっていきましょう。尾関からですね。はい、雨の飛行で大関理科、二人で過ごすのも楽しいかも、スキルダマ起点に横一列消去する、マックスチャージ23で3列消去になります。青属性ですね。で、消去スコアがアップするもの、消去スキルを使用した時にスコアがアップするもの、泡玉消しアップです。はい、続いてみーちゃん。このみーちゃんなんか少年っぽいね、細っ。水たまりでジャブジャブ、危ない危ない、汚い汚い。緑のパズ玉をあった場所に、まとめる12個ですね。マックスチャージ12個で31です。チェインアップ、コンボアップ、そして緑アップです。緑属性ですね。続いてなあこちゃん。悪属性、すいません、悪属性アイアイ傘ってデート感増すよね、ね、増すよねって。サイコパス感しかないんだけど、怖え。周囲3マス消去でチャージが20です。周囲って言ったらシリが反応しちゃった。赤玉消した時にプラスされるもの、ショッケースキルを使用した時に消す、プラスされるもの、赤玉消しです。はい、続いてリサ。どうせ濡れるなら2人一緒に行って、かっこ7秒間の間補充されるパズル玉が青玉一色になる。うわ、欲しい。欲しい。めちゃくちゃ欲しい、これ欲しい、欲しい。青玉補充はね、欲しい、正直言って。いやー、いいなー、ちょっとこれ引くか迷うな。でもガチャチケ毎回ね、俺ガチャチケは引いておこうと思って、このなんだろう、ガチャでガチャチケが使用できるガチャは毎回用意してるんですけど、まさか、いや、ちょっと欲しいな、このスキル。あ、待って、詳細言ってなかった。マックスチャージが17で2手、過去15秒の間補充されるパズル玉が泡玉一色になる。あれ ?2 手短い、短いけどその分チャージ数があるって感じなのかな。え、でもなんか前さ4手とかなかったっけ、あれ気のせいだっけ、こんなもんだったっけ、すいません、記憶が曖昧です。で、紫消し、紫消し、コンボアップです。はい、続いて、牛尾ちゃん。傘一緒に入ろう。ランダムな色パズ玉を赤色のパズ玉に変化する。マックスチャージ22で13です。青属性ですね。で、青玉消しと、青玉消しとリーフプラスですね。はい、続いて影山ちゃん。雨が止んでもそばにいたいな。お邪魔玉4個、あ、すみません、お邪魔玉を青のパズ玉に変化させるものです。マックスチャージ26で最大変化数が5個です。チェーンアップです。消去スコアアップと水玉アップですね。この影山ちゃんなかなか可愛いね。で、雨の飛行で基本的に可愛いかも。個人的に。ミーパンまた少年系な感じですね。一緒に濡れて帰っちゃおっか。それだけは勘弁してください。風邪ひいちゃうので。俺みたいになっちゃうんで。月玉を中心に周囲2マスのパズ玉を1レベルアップさせる。で、マックスチャージ3マスのパズ玉を1レベルアップさせるものです。で、マックスチャージが20です。リーフプラス赤玉消し、そして赤玉消しですね。続いて富田鈴香ちゃん。外でも雨でも心はパリピ。6秒間各指を離すまでパズダマを自由に操作できる。マックスチャージが30で12秒間です。足長っ。長足、画面に収まってない。いや、まあ傘があるからね、その画角的な問題は難しいか。コンボアップ、コンボアップ、ステージクリアップです。さあ、続いて、最後ですね。松田好花ちゃん。
雨宿りして帰りませんか。青属性のスキルゲージを 5% 増やす。紫属性、いやこれ紫じゃなくてね、赤属性とかさ黄色属性だったらさっき出てきたリサとの兼ね合いがめちゃくちゃ強くなるのよ。例えば、まあ、松田このかちゃんが赤だと仮定して赤属性入れて、で紫属性にあのさっきの雨宿りの、なんていうか雨の思考でリサを入れるじゃないですか。で残りの3つ全部青にしてしまえば多分もうやばいことになる。な面白いことになると思う、あのリサのスキルが発動したら。いやー使ってみたいけどね、でも同じ色だからな、ちょっとうまくいかないかっていうことです。ってことでガチャ引きましょう。まあ、プレミアムガチャね、迷うなーこれ、迷うな。普通に引こうかどうか迷うけど、でもひなちゃんがねもしいたら回してたかもしれない。次のあれに期待かな、つまり鍵山ちゃん。うん、まあ、そんな感じですかね。いやまあリサ結構いい好きだったな。青玉落としって、青玉ってなんだかんだめちゃくちゃいいもの揃ってるじゃないですか、属性の中で一番属性の中で潤ってんの青じゃないのかなと思ってるので、そのいろんなスキルを持ってるだとかそういうことを考えると、なのでね、まあ青だったらちょっと欲しい感もあったけどなっていう感じですかね。終わり。雨、そうだね、やっぱりリサのスキルは結構いいね。であとはそうだな、富田ちゃんのまあ持っておけば、1体はいればいいかなって感じ。もしいたらそんな必要ではないのかなと思います。まあ、属性的な意味を込めて黄色持つっていうのも全然いいのかもしれないですけども。松田好花ちゃんはスキルゲージを増やすか。まあ好花ちゃんも結構いいんだけどね、いいんだけどちょっと使い方によってはリサより劣ってもらうんですよ、劣っちゃうんですよね。うん、ちょっと難しいところではあると思います。はい、というか多分、まあ、リサが一番の目玉になるのかな、僕的にはね、スキルマッチアップ的な意味でになると思います。はい、以上です。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録と高評価のよろしくお願いします。サブチャンネルの登録、ツイッターのフォロー、ぜひぜひお忘れなくよろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。